リング科は、主にボクシングやプロレスなどの格闘技の試合に、起因して、競技者が深刻な負傷や障害を負い、最悪の場合死亡に至る事故を指す用語である。リング科という言葉は、直接的な原因が、試合行為にあり、競技者が死亡、または深刻な障害を負った場合に用いられる。必ずしも負けた側が、リング科に至るとも限らず、試合の勝者が、リング科に至る場合もある。 試合以外でも、スパーリングなどが原因で練習中、練習後に死亡する場合などもリング化の一種と言える。試合行為において、脳出血、脳座症など頭部、警部の受傷に至った場合、アメリカなどでは回復して痕跡が消えれば再び、試合に復帰できるが、日本では予後問題ないとしても引退は、免れず事実上の選手生命の終了に等しい。 赤い秀和数の例が広く知られる。通常、スポーツで競技の最中に競技者が引退を余儀なくされるような負傷をした場合は重大な事故であると言えるが、ボクシングでは脳座症など渋滞患者の発生自体が重大な事故として大きく報道されることはない。一般的に、スポーツにおける競技中の事故は対象の負傷や生存の有無などの結果に関わらず発生した段階で、 事故と認識、定義されるのに対して、リング化とは、過程ではなく、事故の結果が定義を決定する言葉であると言える。ボクシングは、攻撃が許されるのが頭部と胴体に限定されており、なおかつその多くが頭部を狙っての攻撃という競技の、性質上、足や胴体への蹴りなど、頭部以外への打撃や、関節技などが許され攻撃が、 頭部以外にも分散する他の格闘技と比べて、ダメージが頭部へ集中するため、頭部を殴られた衝撃で脳出血を起こして死に至るリング化が多く発生している。ダメージにより試合中にリング上で発生する場合もあれば、個、判定以下に関わらず試合後に発生する例も多い。ほとんどの国や地域のボクシングコミッションではボクサーへ試合前後の検査を実施しているものの、 突発性の高い事例の場合、直接的な予防は困難を極める。アメリカ合衆国の各州のアスレチックコミッションでも幾度となく安全面での改革が行われているが、現在でも発生が続いている。ヘッドギアを装着して行うアマチュアボクシングや練習中のスパーリングは安全であると思われがちだが、ヘッドギアはあくまで打撃やバッティングによる、 直接的な傷や腫れを防ぐためのものであり、脳震盪や脳挫傷を防ぐためのものではないため、マスコミなどで報道される試合での発生以外に、アマチュアボクシングやスパーリングでもリング化は世界的に起きている。文部科学省が二0十二年七月にまとめた資料によると、ボクシングは学校運動部活動中に起きた死亡、重度障害事故の競技種目別発生頻度で一位の 自転車に次二2位となっている。これは4位の柔道を大きく上回る発生頻度である。また、直接的にどの試合が原因かわからなくとも、試合行為を重ねることによるダメージの蓄積の影響で最終的にパンチドランカーになったり、失明など深刻な障害を持つに至った場合なども、リング化の一種であるという見方もできるが、それらが出来事としてのリング化として、 社会的に認識されているとは言い難い。ボクシングは世界的な統括組織がないため、正確な死亡者数の把握は難しいが、1890年から2011年の間に1604人のボクサーがリング下によって死亡し、年間平均死亡者数は13人との調査結果もある。階級とバンチの威力は比例関係にある。階級が重くなれば、 重くなるほどダウンを呼び、この割合が高くなり、試合が早いラウンドで終わることになる。逆に階級が軽くなるほど決定力は低下して、試合は長引くことが多くなり、結果としてより多くのパンチを浴び続けることになる。軽量級や重量級の場合は、重量級に比して、明確にパンチの回転力で勝り、パンチが相手に命中する回数が多くなる。日本では、 軽量級に競技人口が偏っているため、軽量級で行われる試合が多く、そのため結果的に軽量級のリング化がほとんどを占めているが、世界的に見れば、競技人口の多いライト級やウェルター級近辺での発生が多い。階級別の死亡事故件数パンチを頭部に浴び続けダメージが蓄積した試合中盤や終盤にリング化が起こりやすいという指摘もあるが、 これも統計から特にそのような傾向は見られない。ラウンド別の死亡事故件数パンチによる頭部への影響は、打つ側と打たれる側の要素が複合するため、リング下の要因を特定するのは難しいとする見方も多い。また、日本では1995年1月10日以降、健康管理面に配慮する目的で、試合数時間前の当日計量から、 前日計量へと変更になったが、これ以降に、リング化が急増していることから、前日計量の実施でより無理な減量が可能になったことや、計量から試合までの時間が長く、事務側が出場選手を監視できないゆえ、計量後の防飲防食をコントロールできないことも、一因ではないかとの指摘もある。3本ロープから4本ロープへ1962年3月24日、 アメリカ・ニューヨークで行われた世界ウェルター級タイトルマッチでエミール・グリフィスに12ラウンド小負けとなった王者ベニー・パレットが4月3日に死亡した。パレットは当時の3本ロープの間から半身を外へ出した格好で剥き出しの鉄柱でしかなかった当時のコーナーポストとグリフィスのパンチに挟まれるようにして衝撃を受けておりこれが直接のダメージを招いた原因とされた。 世界王者として最初の死亡事故であった。この後、コーナーポストにはビニールカバーを施すことが義務付けられ、リングの3本ロープを4本ロープに増やすための指導が行われた。15ラウンド制から12ラウンド制1982年11月13日、アメリカラスベガスで行われた WBA 世界ライト級タイトルマッチで王者レーマンシーニに挑み、 14ラウンド TKO 負けを喫した金毒球が試合後に倒れて脳死の診断を受け4日後の11月17日に生命維持装置を外されて死亡した。金毒球の死から3ヶ月後には金毒球の実母が自殺し、さらに翌年の7月には当該試合を裁いたレフェリーのリチャード・グリーネまで自殺してしまう。それらをマスコミが 大々的に報道し一連の事柄が全米で社会的な注目を浴びたことなどが1983年に WBC が世界戦を15ラウンド制から12ラウンド制へと変更する契機になった。その後、WBC に追随する形で1987年に WBA が変更、以下 IBF などの世界王座認定団体も世界戦を12ラウンド制に変更した。 ヘッドギア谷悟る、大橋玄一郎、大月ジョージらによる研究では、回転加速度を伴う外力は、そうでない外力と比べて、脳浸透を引き起こす傾向が強く、脳により多くのダメージを引き起こすとされている。ヘッドギアの着用は回転加速度の効果を強めるため、この点では脳へのダメージの回避に逆効果とされている。また、国際ボクシング協会の医療委員会委員長を、 すめるチャールズ・バトラーによれば、別の研究では、精鋭男子のアマチュア選手において、ヘッドギアを着用しないことによって、脳振動の発生が減ることを示唆するデータがあるという。さらにヘッドギア着用時には、横の視界が悪くなることで頭部がより狙われやすくなるという見方もあり、これらのことから、相葉は、2013年6月1日から、精鋭男子選手の国際試合でのヘッドギア着用を、 禁止している。バトラーは、女子や若年選手は相手に、脳震盪を起こさせるほどのパワーがない場合が多いため、切り傷防止用として引き続き、ヘッドギアを着用するべきだとしているが、女子、ジュニア、ユース選手にも、非着用のルールが順次適用される見込みである。試合時間の短縮女子ボクシングの試合や一部工業の試合で行われているように、1ラウンドの時間を、 通常の3分間よりも短いアマチュアボクシングと同じ2分間にすることで試合時間の短縮を図り頭部への負担を低減する試合形式も事故の可能性を減少させる方法の一つである。しかし世界的には未だラウンド2分間の試合は広く行われているとは言えず日本ボクシングコミッションが統括する日本においてもプロボクシングの公式戦はすべてラウンド3分間で 行われている。スパーリング方法頭部を強打するようなスパーリングでは、ヘッドギアをつけていても、受傷の可能性は試合と同等に存在する。頭部に打撃を被った後は、頭部に負担をかける行為を控え休息を取ることが、望ましい。1952年4月21日の JBC、発足以降、日本のプロボクサーの試合中のダメージによる死亡事故は37件。 プロボクシングの公式戦以外では、高校、大学の部活動での練習や試合中に発生したリング化がしばしば報道される一方で、プロボクサーが脳座症などの重篤に至っても死亡しない限りは報告されないことが多く、また外国人昇平選手が帰国後に死亡した場合も同様に報告されない。1977年には日本での死亡事故が多発。 世界的にリングの安全性が見直されることになり、WBA はそれまで中量級で使用していた6オンスグローブを大きめの8オンスへ変更するようルールを改定した。また偶然のバッティング規定を新設し、3R 以内に続行不能となった場合は、引き分けとし、4R 以降はその時点の採点表によるものとした。この後、1980年代には、 減少傾向にあったものの1990年代には、再び急増し、1977年の試合による、ものも含めて10名のプロボクサーが死亡した。1997年10月13日の日本、スーパーフライ級王座決定戦での死亡事故を受け、同月末、JBC は緊急の健康管理委員会を開き、事故防止対策を協議した。 この健康管理委員会でまず争点となったのが、スタンディングカウント制度で、WBA、WBC のルールではカウント八での試合続行により深刻な事態へ進行することを避けるため、すでに十年以上前に廃止されていた。日本でも試験的に廃止されたことがあったが、レフェリーからは、ストップのタイミング判断の際、観客の違和感以上にストップをかけられた側のボクサー、 人影から不満の訴えがあった場合のトラブルが懸念され、安全という観点からは逆効果との声もあり、スタンディングカウントを取るローカルルールが引き継がれていた。しかし JBC の小島修刈事務局長がレフェリーを説得し、スタンディングカウント制度は1998年2月1日付で廃止されることが決まり、この日以降は選手控室にも告知された。 過激されたボクサーがロープに寄りかかり攻撃も防御もできない状態にあればリフェリーはダウンと最定してカウントはせず即座に TKO として試合を停止することになった。またこの1997年10月末の健康管理委員会では前日計量を当日計量へ戻すべきとの意見もあったが再検討の結果極力世界と共通のルールとし また体力回復に時間を長く取れるというメリットを重視して規定通りの前日計量が続行された。ただし前日に正式な計量を行うほか、統計を取るために便宜上を行われていた当日、計量を高級的に実施することとなった。2009年には1月28日の 59.5kg 契約8回戦で回答、回復手術を要する事故。 3月21日の日本ミニマム級王座決定戦で死亡事故が起きたことを受け、4月14日、JBC と日本プロボクシング協会の合同で健康管理委員会が開かれ、再発防止策として MRI 検査の実施など5項目がルール化を検討されることになった。また、2010年2月19日の 50.0kg 契約8回戦での死亡事故を受け、 同じく合同の健康管理委員会で再発防止策が協議されている。日本関連の事例1940年代にマニュエル・ベラスケスがボクシングにおける死亡事故のデータを収集し始め、その後も続くザ・マニュエル・ベラスケスコレクションによれば、1950年から2011年にかけて東京で26件の死亡事故が起きており、 世界で最もボクシングでの死亡事故が多い都市となっている。日本関連で起こった事故には次のようなものがある。タイトルマッチの記述においては煩雑になるのを避けるため、勝敗結果にかかわらず、対戦前の王者を王者として記載している。JBC 発足まで1902年1月24日、横浜市でエキシビションマッチを披露した。 アフリカ系アメリカ人のアーネスト・パドモアが数時間後に足の冷たさと痺れを訴え病院へ送られたが処置のしようがなく午前1時半に死亡。検視の結果スポーツ心臓によるものであった。1930年8月29日西宮市でフィリピン人選手ボビー・ウィルスに急ティコ負けした全日本ライト級王者小林忍が翌月1日に死亡。 日本関連選手で最初の死亡事故となった。1940年11月13日、東京で日本大学の韓国人アマチュア選手が脳震盪を起こした後、死亡。1944年3月29日、今井清が死亡。1947年11月30日、小宮信夫が死亡。1948年1月29日、 ライト級八回戦に判定負けした小山翔吾が同年3月16日に死亡。JBC 発足以降自下げのある業に記載した事故は JBC が発表する過去の件数に含まれていないもの。アマチュア選手のほか、JBC のボクサーライセンスを持たない国外のプロ選手やプロテスト中の選手の事故、日本のプロ選手のスパーリング中の事故はカウントされていない。ザ マニュエル・ベラスケス・コレクション及び日本ボクシング・コミッションによる日本のボクシングにおける死亡事故の発生件数。1952年から2013年までの各年度のアマチュアプロ別の事故数と1952年までに起きた6件の事故を含む類型。原因となった試合の翌年以降に死去した例は試合が行われた年度に参入。 1952年4月24日、寺田智が死亡。1955年3月19日、名古屋市で10回戦に判定勝利した横井義春が同月22日に死亡。1958年2月4日、国本市政が死亡。1964年8月16日、東京で6 r k を負けした長谷川実が同月20日に死亡。 1966年8月18日、東京で 8RK を負けした、久保義兼が死亡。1967年8月24日、全日本選手権でポイント負けしたアマチュア選手が、病院へ運ばれて、手術を受けた後、脳内出血で死亡。1969年11月6日、全年度西日本ミドル級新人王の二宮、森一が、 スパーリング中のダメージにより脳の外傷で死亡。ラストファイトは1969年3月30日に行われた札幌での6回戦であった。1970年3月5日、プロテストで顎への右フックでダウンを喫した17歳の選手が起き上がれず脳内出血により回答手術を受けたが、翌日に死亡。百七十三年一月十六日、 グアムでフィリピン人選手、フレッド・ザヤストのスーパー・フェザー級10回戦に8、RKO 負けした直後に倒れた、親川昇るが翌日に死亡。日本関連選手が国外試合で死亡したのは初めてであった。1973年8月22日、渡辺一志が死亡。1977年1月3日、木村隆人が死亡。 1977年1月28日、武蔵後藤が死亡。1977年7月19日、成田敏彦が死亡。1977年8月20日、水野正幸が試合で意識を失い、1996年5月10日に死亡。1977年8月26日、広幸勝則が死亡。百七十八年五月二日、 東京で4回戦に,に RKO を勝利した山戸勝也が翌月28日に死亡。1978年10月13日、東京でライト級4回戦にこまけした黒井俊明が翌年8月18日に死亡。1979年10月7日、内海周一が死亡。1981年8月4日、東京で フライ級4回戦に 1RK を負けした、浦山淳人が同月10日に死亡。1982年10月19日、東京でスーパーバンタム級10回戦に九 r k を負けした、小林直樹が同月21日に死亡。1984年1月7日、秋田市でライトフライ級10回戦に 6RK を負けした、木村勲が同月9日に死亡。 1986年5月9日、名古屋市でのプロデビュー戦で、フライ級4回戦の最終回に、顔面への連打を受けて、小巻きを喫した22歳の小林健二が、リング上で意識を失い、2日後に死亡。当時、JBC の事務局長を務めていた小島修によれば、前年度より、脳の検診を実施するようになってから、初の死亡事故であった。 1987年6月24日、東京でジュニアウェルター級4回戦で3回子負けした21歳の小沢誠奈が脳内出血で手術を受けたが、8月10日に肺炎を併発し、意識を回復することなく、死亡が確認された。 1990年6月14日、札幌市でバンタム級10回戦 20RKO を負けした、米坂敦志が試合後の控室で意識を失い、4日後に脳ザ症で死亡。対戦相手は、後の WBC 世界バンタム級王者、薬師寺安英であった。1991年12月1日、名古屋市でジュニアフェザー級10回戦 20RKO を負けした。 勝又実が意識を失い脳の外傷で緊急手術を受けたが昏睡状態に陥り翌日に死亡。1992年5月16日高校生のアマチュア選手がトーナメントの試合後にコーナーで倒れ脳の外傷で死亡。1992年12月19日大阪で ライト級8回戦に7 r k を負けした23歳の浜川康春が意識を失い、翌月7日に死亡。1995年9月5日、東京での日本バンタム級タイトルマッチにて王者側駅説男に判定負けしたグレート金山が同月9日に死亡。日本タイトルマッチ史上初のリング家となった。金山は同年2月28日、 王者として川駅の挑戦を受け、10回判定負けで王座陥落。しかし、その判定結果が物議を醸し、JBC は川駅に対し再戦を命じていた。その再戦で起こった事故である。1995年12月12日、スーパーライト級で TK を負けして、昏睡状態にあった26歳の伊藤光幸が脳内出血で死亡。 1996年4月3日、フェザー級八回戦に判定勝利した中島哲也が昏睡状態に陥り、意識の戻らないまま5年後に死亡。1996年7月21日、鈴木敦志が死亡。1997年2月10日、東京でスーパーライト級八回戦に判定引き分けとなった24歳の平沼博之が控室で倒れ。 昏睡状態にあったが、脳内出血のため、同月24日に死亡した。1997年2月24日、東京で、スーパーバンタム級八回戦に 8RKO 負けした、宮古田敏弘が、2005年10月に死亡。1997年10月13日、東京で、日本スーパーフライ級王座決定戦に 7RKO 負けした、アキラが、 同月19日に死亡。1998年10月12日、東京でスーパーバンタム1 0回戦に QRK o を負けした28歳の片桐健が回答手術を受けたが、渾水状態に陥り、同月27日に死亡。2000年1月16日、17歳の高校生、アマチュア選手が試合中に二度ダウンした後、猛攻撃を受けて、 意識を失って倒れ、病院に運ばれたが脳の外傷により8日後に死亡。2001年10月24日、福岡県久留米大学のアマチュア選手、竹森大輝がスパーリング中に急性硬膜下血腫となり、翌月14日に死亡。2002年3月24日、東京でのフライ級6回戦に判定負けした伊礼義弘が翌月9日に死亡。 2002年12月9日、東京でバンタム級8回戦に 6RKO 負けしたタイ人選手ヨードシンチュワタナが帰国後試合4日後に昏睡状態になり、2日後にバンコクの病院で死亡した。2004年1月22日、埼玉で16歳の高校生、アマチュア選手がスパーリング中に脳内出血で死亡した。2004年3月15日、 東京でのスーパーアバンタム級10回戦に0から2で、判定負けした24歳の野藤才奈が、翌日軽い頭痛を訴えて、入院、安定していた容体が22日未明に急変し、硬膜下血腫で緊急手術を受けた後は、意識不明のまま翌月2日に死亡した。試合後のコミッションドクターの検診では、異常は認められなかった。2005年4月3日、 大阪で日本スーパーフライ級王座の初防衛戦 20RKO 負けした王者田中誠司が同月15日に死亡。挑戦者は後の WBA 世界スーパーフライ級王者名城信夫であった。2008年5月3日東京でスーパーライト級6回戦に6ティコ負けした張比が同月18日に死亡した。2009年3月21日 東京で、日本ミニマム級王座決定戦 20RKO、負けした、辻正立が試合後に、急性硬膜下血腫のため意識喪失、緊急回答手術を受けたが、意識が戻らないまま同月24日に死亡した。勝者の金光助春も試合終了後頭痛、吐き気の症状により救急搬送、さらに翌日のセカンドオピニオンで、硬膜下血腫が発見されたため、 この試合を最後に引退している。2009年10月12日、福岡でスーパーバンタム級10回戦に0ティコ負けしたタイジュン選手サーカイジョッキージムが試合終了とともに意識を失い、急性硬膜下血腫により3時間後に福津市の病院で死亡した。2010年2月19日、東京でフライ級8回戦に8ティコ負けした八巻祐一が 急性硬膜下血腫により緊急手術を受けたが、同月22日に死亡と判明した。2013年12月20日、東京でスーパーフライ級4回戦に4キコ負けした21歳の岡田明誠が、急性硬膜下出血により緊急手術を受けたが、翌2014年1月6日に死亡した。岡田は空手など武道の経験はあったが、 ボクシング経験はなく事務入門後7ヶ月の間に二度テストを受け、プロテストに合格。この試合が岡田にとってデビュー戦であった。日本国外の事例女子選手のリング下練習中のリング下米国における最初の死亡例1842年9月13日、ニューヨーク州ウエストチェスター郡のヘイスティングス・ン・ハドソンで約2000人の監修が見守る中、 英国人のクリストファー・リリーとアイルランド人のトマス・マッコイが119ラウンド2時間41分にわたって戦った。この試合は1838年に制定されたロンドンプライズリングルールズの下で行われた。ライトヘビー級の試合とされるが、リリーは23歳140ポンドで、マッコイは20歳2ヶ月137ポンド。身長はリリーの方が マッコイよりも一インチ高かった。自信のあったマッコイは勝利、差もなければ死を意味する黒いハンカチをロープに結びつけていた。試合は13時に開始された。マッコイは初回に左耳から血を流し、5回に口を打たれてダウンした時には何らかの反則を訴えている。7回には唇と首が血で染まっていた。 この回、リリーの左を腹に受けてマッコイはダウンし、立ち上がると何らかの反則を訴え、ジャッジは同意。リフェリーもこれを認めた。各ラウンドの詳細な経過を記した、ライフバトルズ・オブ・ヤンキー・サリバンでは、ここで試合は終わるべきだったとされているが、マッコイ陣営は、寛大にも、マッコイの反則勝ちを拒否して、試合の続行を要求した。15回にマッコイは、 素警部のあたりを打たれて反則打を訴え、ジャッジは再び同意。この時も、マッコイ陣営は、アドバンテージはいらないと言って反則勝ちの権利を放棄している。マッコイは15、16回までは優勢だったが、その後、形勢は不利になっていく。しかし、リリーが非常に冷静に試合を運ぶ一方で、マッコイは、セコンドの制止もないままに入れ込んだ状態で、戦い続け、 63回を迎えて、初めてセコンドから少しセーブするように指示を受けるが、その回もマッコイはラッシングを止めない。70回にはマッコイの両目は黒く腫れ上がって、左目は塞がり、唇もひどく腫れ上がり、胸に血が流れ落ち、息も絶えたいで構えながらものどから血の塊を吐き出そうとしていた。76回になると、試合はより精算なものになり、 観客は停止を求めて叫んだが、マッコイは毎回リングに出て行った。86回にはリリーがほぼ無傷で入場時とほぼ変わらない状態であったのに対し、マッコイの両目は塞がり、鼻は折れて潰れ、鼻からも口からもおびただしい血を流していたにもかかわらず、両者のセコンドは試合を続行させた。リリーは毎回マッコイからダウンを奪い、 マッコイは鼻や口のみならず、両目から餅が噴き出すようになっていた。89回には試合をプロモートした、リリー陣営のヤンキーサリバンだが、死ぬまでやらせてどうするマッコイはもう勝てないと試合を止めようとしたが、マッコイのセコンドについていた、ヘンリーシャンフロイドは、まだ始まったばかりだと拒否。マッコイは、自分の血で喉を詰まらせ、塊を吐き出しながら、続行を求めた。 107回には、マッコイは、窒息感に苦しむように腫れた舌を突き出して口を開いていた。しかし、80度以上もダウンを奪われながらも、118回が終わるとマッコイはセコンドに手当てしてくれ。そうすればまだやれるといい、次の119回を戦った。120回が始まろうとするとき、マッコイは動くことができず、15分足らずのうちに死亡した。この結果、 リリーが勝利。検死結果では、血が肺に流れ込んだことによる歴史であった。1791年のデラウェアガゼット詩などでは、トマス・ダニエルがジェームズ・スミスとのベアナックル・ファイトで命を落としたことが簡単に記されているが、一般的には、このリリー対マッコイ戦が、米国における死亡事故の最初の記録とされている。18人の関係者が騒乱罪や過失致死罪で、 逮捕、起訴され、その後ベアナックルファイト、検証試合への批判が高まることになった。プロレスにおけるリング化は、その競技の特性上などから、マット化という表現が用いられることも多い。プロレスの場合、それぞれ投げ技、打撃技、関節技など、お互いの技の攻防が中心であり、プロレスラーは体を徹底的に鍛え抜き、受け身の技術も含めて、技による、 打撃、衝撃に耐えうるように訓練していることや、試合中の選手相互の場合、そして、相手選手の体に過剰な負担がかかる危険な技は、禁用しないという暗黙の了解によって、1980年代後半までは、試合中において、選手生命に影響する深刻な受賞があったとしても、死亡に至る事故は、非常に少なかった。古くは、外国人で、 キラーバディオースチンやオックスベーカーがリング化を起こした側として有名であるが、こと昭和期の外国人レスラーに関する限り、オースチンやベーカーのほか、スタン・フンセンによるブルーノ・サン・マルチの首折り事件や、キラー・コワルスキーによるユーコン・エリックのみそぎ事件など、死亡事故に至らずとも起こした側のブユーデンという形で、工業団体に、 商業的に利用されていたのが、プロレス特有の業界事情ではある。しかし、1990年代以降、全日本プロレスを中心として、より過激なパフォーマンスを求める方針として、受け身の取りにくい非常に危険な技が、数多く考案され、多用される風潮が強くなってきた。これらの過激な技の応酬によって体へのダメージが、着実に蓄積され、 深刻な後遺症を与えることも少なくない。また、本来ならば、リングに上がることは到底無理な健康状態であったにもかかわらず、団体の運営、工業上の都合や選手自身の経済面の問題などから、リングに上がり技を受け続け、致命的な事故につながった可能性を考えなければならない事故例も見られるようになった。放実する、三沢光春の死亡事故についても、 過激な技を長年受け続け、体へのダメージが深刻なまでに蓄積されていたにも、かかわらず、ノア社長剣道団体のトップ選手として、リングに上がり続け、大きな負担のかかる技を受けなければならなかったことを、原因の一つとして見る向きもある。また、日本においては、小規模会場などで、比較的容易に工業を行えるようになり、道場やトレーニング機材を持たないなど充実した。 練習環境を持たないインディペンデント団体やプロモーションが乱立する様になった。練習に専念できる機会に乏しいために絶対的な練習量が足らず、受け身が取れないような素人同然のレスラーが安易にリングに上がることも多々見られる。インディペンデント系以外の団体においても演出上芸能人など本職のレスラー以外がリングに上がり戦うなど、 プロレスラーのボーダーレス化が進んだことで、予期せぬ事故が発生することもあり得るようになった。迅速な救命、救急措置に欠かせない、リングドクターについても、資金面の問題などを理由に一部の大手団体以外は常駐しておらず、一部のレスラーやレフェリーなど関係者が、救命術など講習する動きなどはあるものの、リング化防止への取り組みは未だ鈍いのが現状である。 日本国内のプロレス工業において、日本人選手が試合中の事故により死亡した事例は5例発生している。練習中に死亡した、事例道場などでの練習中に死亡した事例も何例か発生している。そのたまた、試合中、練習中の事故で死亡には至らなかったものの、重度の後遺症を伴う深刻な受傷となり、 引退表明こそしていないものの実質的にリタイア状態となっている事例もある。SWS における片山明、FMW におけるはやぶさ、01における星川直宏、新日本プロレス及び DDT における高山義弘の事故例などが相当する。その一方で、全日本女子プロレスにおける北斗明、大日本プロレスにおける山川隆二。 新日本プロレスにおけるザグレートサスケの事故例のように、選手生命に影響しかねない傷病を負いながらも、休養とリハビリを挟んで復帰を果たした事例も見受けられる。ボクシングと同様に頭部を大出したり、ボクシングにはない頭部を受けることが認められている競技に、ムエタイ、空手、総合格闘技ほか、多数が存在するが、ボクシングと比較すると、リング化は発生しがたい。 ルールの際による頭部へのオーダーの頻度の違い、ラウンド数や試合時間の違い等、様々な発生際の理由が存在するが、脳に衝撃を与える競技行為が行われる以上は、リング下の可能性は常に存在する。日本国内では、アマチュアシュートで一件確認されている。海外では、2021年5月時点で、プロの試合で7-0。 アマチュアの試合で9例のリング化が確認されている。死因は脳出血や脳座症によるものが9例、心筋拘束や心不全によるものが4例、減量の影響とみられる腎不全や黄門筋有解症が2例、不明が1例となっている。日本国内では一軒のリング化が確認されている。制度会館の上田治が1994年に 行われた試合で小負けを喫し死,死亡した。相撲では投げの打ち合いで頭から落ちていくことがよくあるが、曲げによって頭が保護されており、少なくとも本場所中に頭部強打が直接の原因となって死亡した事例はこれまでなかった。しかし、2021年3月場所の取り組みで頭から土俵に落下した響き流行期が同年4月に 肺血栓による急性呼吸不全で死亡した。取り組み中の事故が原因で死亡した初の事例となった。ありがとうございます。